皆さん、こんばんは。香港カンフー武術学院の総教練、真鍋学山でございます。今回はですね、前回に引き続きまして少年刀解説シリーズその31でございます。前回はですね、リンワンファックルその1ということで、まず攻撃を打ち出すということ、連続でダヤッチーチョンクというものを打ち出すということについて解説させていただきました。今回は、その意味から言うと、裏側についてお話しさせていただきます。この裏側っていうのが実は大事なんですね。車の両輪ですから。みんなこっちばかり考えますけど、こっちばかり考えてるんじゃダメなんです。こっちが逆側っていうのも非常に大事なんでございます。それではですね、解説してまいりますので、お付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。それではですね、リンワンパックンの裏側についてご説明させていただきたいと思います。前回の通り、出す方はこう出す、ね、ストレスなくまっすぐストレートパンチを打ち込む、それの邪魔をしないっていうだけじゃないんですよ。その位置ではこれを邪魔しないようにこう半円で、で次構える、でまたこれがスタートだからポン出して、こう邪魔せんようにして次構える、だと言いましたが、これだけじゃないんです。この次構えるという動作が非常に大事なんですね。で次構えてる、これは攻撃になるのか防御になるのか、それはまだ決まってません。その戦いの場面において、肩としては連続につくというもんですが、その次短竿になったって、その次ボン竿になったっていいわけです。このジャムになってもいいわけですよね。フォーク竿になったって、短竿になったって、ボンさんになったっていいわけですよね。それの構えるです。で攻撃としたらどういう攻撃になるの、まあ、パンチであろう、パンチであろう、で次タンサーである、タンウーね、でボンウーでタンウーでファック、これがよどみなく出るためにはちゃんと構えて、でスタート、用意スタートの状態にこの手がなってないとダメです。よくやるダメな例は、出すでしょ、出した反動で引いてるだけで、またスタート引いてるだけからスタートに戻して、そこから打つ、行って引いてますよね。で次出さないんですよ、これは引いてるだけだから、出してる加減で引いてるだけだから、次すぐ出せないんですよ。じゃあその出してる時から意識を変えて出す、引く、また幾分かのタイムラグがあってから出す、引く、幾分かのタイムラグがあってから出す、引く、これじゃダメな、よどみなく攻撃防御が出てくる、真ん中からね、どんどん技として出てくる、これでないとダメなのに、こう引いてしまって次出すまでこのタイムラグでみんなやられるんですよ。時間的に詰まってきて、詰将棋みたいにこうそこで決まってしまうということになるわけです。ですから少年刀のレベルの英春剣士とすれば、この次構えるができないと英春剣としての戦いとしては、少年刀のレベルとしてはそれでできれば丸、できなければ×、そこの分水で見極めになるわけですね。
みんなできると思ってるんですよ。できるとね、こうやって出したら引いて、そこからまた、ややってから出したら引いて、出したら引いて、同じじゃない、同じじゃない、出したら引いてるわけじゃない、違うことしてる。両腕でこっちはついてます、こっちはついてる、ついてて引いてるわけじゃないです。意図的に違う軌道で次のスタートに構えてるんです。これ出したついてて引いててややで心構えができたら出したついてて引いてるとは全然違う。スピーハンドスピードが全然違う。だからやられるわけです。だから守れるわけです。これできるかできないかでもう全然上下が全然違う、少年とのレベルの戦い方、英春拳としてのレベル、これができているかどうかの見極めになるわけです。まあ、これができてなきゃまずね英春拳としてはダメということになります。それで、一般的な動画で見るところのそのリンワンファックンをしている動画っていうのは十中八九私がさっき言ってたようなダメな例です。結局早くは打てないっていうことですね。それかこんな感じで自転車のなんかサドルみたいな感じ、サドルじゃないな、コグとかありますね、あれと同じような感じで丸くなってるか、それかもうこんなになってもうむちゃくちゃとついてるか、そんな感じになってるわけですよ。それは私の言ってることとは全然違うことだということを理解してください。それで突く方と違う軌道で構える方、最終的に構えになります。これはもうスタートですから、もう何かがあればパンと腕が出ると次構える、そういうふうになる。それが、左右違うことをしてる。普通皆さんね同じことをしようとするんです。だからチェー丸くなるやつは丸く打ちたい、まっすぐなるやつはこうむちゃくちゃに丸く、まっ次、まっ次打ちたい、打ったついでで引きたい、打ったついでで引きたい、打ったついでで引きたい、そういうことじゃないんですよ。全然片腕ずつ違うことをやってるんです。だから脳みそのトレーニングなんですよ。右と左で交差してますよね、ついたい交差で。で右のやってることと左のやってることは交互ではありますけど全然違うことです。だからですからみんなさんがやりたいのは両腕でシンクロさせるのがしたくてしょうがない。これは片腕で別々のことをしてません。シンクロしてます。それではダメなんです。わかります？ですから右腕のしてることと左腕のしてることは交互ではありますが違うことをしてる、同時には違うことをしてるんです。それができなければリンワンファックンということにはならんわけです。そこをぜひ知っていただいてですね、このリンワンファックンというものを練習していただきたいと思います。チェーンパンチと言いましても自転車のチェーンみたいにこんなんなってね、丸くこうやってついてるようなことをしてるようではそれはいつまでたっても英春拳のエの字にもならないということになるわけです。皆さんご注意ください。はい、ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。